なんだこの部屋。見て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 これ。着ぐるみ？これは着ぐるみなのかな？これが新しいギアらしいです。いきなりお前何言ってんだって多分思うかもしれないんですけども、11月9日に発売するアミーボ。前回はね、姫ちゃんと飯田ちゃんのアミーボが発売されたんですけども、今回はタコのアミーボが発売されるみたいです。そのタコのアミーボに入ってるギアの一つがこれ、ヒレオくんらしいです。このヒレオくんってスメシーワールドによくいるマスコットキャラ的な立ち位置っぽいです。まあディズニーランドだったらミッキーみたいな立ち位置ですかね。すごいよ、イカの世界では誰もが知ってる大人気キャラクターらしいこいつ。こんな怖い顔したヒレオくんって何？ちょっと思ったことあるんですけどいいですか。今までギアってさ、帽子だとか手袋だとか、まあ、靴とかあったじゃないですか。今回のギア、ヒレオくんとヒレオくんの手、ヒレオくんの足なんですよ。怖くない？だって今までその手袋とか、まあ、かっこいいさ、ヘッドバンドホワイトとかそういう名前だったんだけど、いきなりヒレオくん、ヒレオくんの手、ヒレオくんの足ってなんかホラーやん。怖えよ。ヒレオくんの手通ってきちゃったんかよこれ。ガチの手かもしれない、本物の手かもしれないっていう、僕ちょっと想像してたんですけど。ちょっと楽しみですねこれ。タコのアミーボ3種類あるのかな、3種類あるんですけども、まあヒレオくん以外にも可愛らしいギアが他に2つあるんで、そちらも見ていきましょう。はい、こちらですね。エンチャントハット、エンチャントローブ、エンチャントブーツ、まあ、魔法使いになれるギアかな。これは今年のハロウィーンでも使えるかなと思ったんですけども、このギアの発売が11月9日なのでハロウィン過ぎてるんだよね。だから魔女にはなれないけど、まあ、魔法使いとして自分のイカじゃねえや、これタコだ、タコ専用グッズだ。自分のタコをまあ、可愛らしくかっこよくできます。よし、もう一つ見ていきましょう。はい、もう一つがタコティカルなヘルム、タコティカルな鎧、タコティカルなスネアテです。もともとパワードスーツってギアが今まであったんですけども、それのタコバージョンか。ちょっと仮面ライダー意識してないか、かっこいいな。まあ、でも自分的にはヒレオくんかな。ねえ、これがすごい気になるわ。これはね、11月のアップデートではなくて、まあ、アミーボなので気をつけてください。買わなきゃ、課金しなきゃもらえないです。アミーボ、アミーボ買うか。俺も欲しいな。これはあれだな、プレゼント企画だな。プレゼント企画で、まあ、何名かに僕がプレゼントしましょう。まあ、でもこれはあれですね、また別の動画でちょっと説明します。まあ、今日は、まあ、11月のアミーボが発売されるという情報でした。まあ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 、プレゼント企画はね、また今度の動画でちょっと説明します。では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 、ということで、アミーボの情報でした。ご視聴ありがとうございました。